一つの新たな個性になっていたんだ。そのベースになった因子、つて雄英高校で君たちと苦楽を共にし、かつて俺たちは共にヒーローを目指してた。卒業したら一緒にヒーロー事務所作ろうぜ。やろうぜ。俺と同じインターン先で亡くなった。3人で事務所を立ち上げよう、そう言ってくれた矢先の出来事だった。重ねて言うが、こいつが口を割れば大きな進展につながる。ご遺族には？君たちでダメなら面会を頼むつもりでいる。こんな気持ち悪い話を親御さんに伝えてたまるか。こいつの白雲に共通点なんざ。しがらきと村は元気ですか？しがらきが気になるのか。ええ、彼の世話が私の使命。俺が拾えないとやり過ごした子猫は迷わず拾ってくるようなやつだった。反応なし。俺のゴーグル貸してやる。これなら目を守りながら近づけるだろ。お揃いだぜ。お前はいつも引っ張ってくれた。懺悔でしょうか。後先なんて考えず、死んじまったら全部終わりだってのに。お前のようになってほしかった。誰かを引っ張っていけるヒーローに。でもまだお前がそこにいるな。なろうぜヒーローに。三人で。動揺してます。くっ、いえ、誰がお前を変えた。どこで脳みそいじられた。さっき。なんだって。お前は遊泳高校2年 A 組。俺たちのヒーローを志した。白雲を踊ろう。白雲、白雲。三人いればさ、誰かがミスっても残りの二人がカバーしてくれるし。おい、フラヘッド、プレゼントマイク、ここまでだ。ご苦労だった。ねえ、大丈夫か。乾いてしょうがねえよ。